最初、全場ゲインの、開催並びに協力の依頼をいただいたときに、あ、こういう考え方もあるんだなというふうに思いまして、やっぱり全場アゲインを開催することによって全場の凄さという存在感ありきというところを感じたんですけども、まあ、ここに書いてある通り前売りの時点で即完売になってしまって。またさらに全場ってやっぱりすごいとこだったんだなっていうふうに感じています。1ヶ月後の開催ですけれども、出場選手も少し変わってきますけれども、また全場アゲインに続いてアゲインもあと盛り上がっていったらいいなと思ってます。対戦カードなどはもう発表できるものでしょうか？対戦カードに関しては、ジャガーさんが主でやっているので、自分とブーちゃんは OG 側の今回アゲインの方は全部ブーちゃんがやってくれたんですけど、アゲインに関してはもうその OG の、プログラム構成とか何をやるかっていうことに関して任されているので、カードに関しては現役のジャガーさんが取り仕切ってます。そのアゲイン の OG に関して、はい、飛鳥さんがお声かけをするということで、その1回目との違いであったりっていうのは何かあるんでしょうか？そうですね、基本的にはアゲイン の、 延長線上でみんなで出てくれるっていうのはあったんですけども、基本的にはやっぱりアゲインでブルちゃんが声かけてくれたっていうところが大きいと思います。おはようございます。ちいこく。ほら、子供がいるからさ、私はさ、横浜まで送ってきたんだ。おはようございます。よろしくお願いします。でしょ。はい。すいません、またお忙しい中、全場アゲインが、開催することになりまして、それに至って。ではですね、もちろんこのお二人の協力 OG のご協力があってのことなんですけれども、選手たちにも一応アゲインには声をかけて、ほぼ大体の選手が出場できるということだったんですが、多少のメンバー変更はあると思うんですが、このアゲインをやるということにあたってですね、なぜまだ1回目が開催されてない中アゲインをやることになったかと言いますとですね、事前発売中に完売してしまいましてですね、たくさんのファンにチケットが行き渡らないという、ことが、ありまして、あまりにもこの全場イズムの人気の何ですか、人気あることに本当に、開催した私としてもびっくりさせられてまして、やはりチケットの売れ行きが良かったからもう一回やるんではなくて、ファンの方にやっぱお見せできなかったということをすごく残念に思い、ブルー飛鳥に相談してもう一度やろうと思うんだけどどうだろうかという話をさせていただいてですね、じゃあ全員ファンの方にやっぱチケットを少しでも、ファンの方ってもちろん今もファンの方なんですが、一般の、遠い方とかがやっぱり買うことができなかったっていう声をやっぱりたくさん聞いてまして、アゲインをもう一度開催することになりました。それにあたって今日はもう飛鳥まで来ていただいて、記者会見を開くことになりました。なので、よろしくお願いいたします。対戦カードはまだ決めてません。結構難しいでしょこれ。みんな強いんですけど。ねえ。はい、この間もうブルちゃんとかも相談してもいや難しいでしょこれ。そうですね、なので現役の元全場レスラーたちはですね、今も一斉にみんな戦っていますので、とてもこの正直言って勝負をつけにくいとはマスコミの方もお思いだと思いますが、開催する私もそう思っております。もちろん誰が強いっていうことをお見せできるようなカードが組めるか、それかお祭り一つの同窓会なのでお祭り騒ぎで終わってもいいのかっていうところが今、え中なんですが、なのでメンバー的なことはまだ選手たちには私相談してないんですが、まあ自分の中でなんか 3WA のチャンピオンが7人いるんですね。なのでそれにこだわる何かをやっても面白いのかなと思いながらも、難しいかなと。どう思いますか？いや、それはそれで面白いと思います。6人 3WA の6人っていうのは前になんかジャガーさんの周年かな。そうなんです、そうなんです。やりましたね。なのでまあちょっと話し合って、もちろん1人ずつまだ現役でやってる人も大勢いますので、普段当たらないような人が当たっても面白いし、その 3W にこだわる必要もないのかもしれないし、その辺はちょっと話し合いながら面白いカードを組みたいなと思っていますが、まあ、一番の売りというのはまたレスラーの前場イズムを見せるということもそうなんですが、OG たちが本当にたくさんイベントに出てくれるので、その懐かしさとかいった意味では OG がすごいたくさん、まあ、この2人をはじめとしてたくさんの OG が来てくれますので、その時のことを思い出してやるようなイベントもたくさんブルが考えておりますのでその辺はどうぞ楽しみにしていただきたいなと思います。前回の記者会見から現在までの間で新たにこの、決まったこととか他には何かございますでしょうか？まだ1回目のまだ前場ゲインをまだ開催してないので、その状況を出したところでまたこう変更されるとは思うんですけど、同じものをすごくお客さんに受けたものはもう一度やるかもしれないし、やっぱり新しいものをまた一つ見せなければいけないという部分ももちろん考えてますし、なので今、OG たちが出す予定にしていることは、まあ、ブルーからちょっと話してもらってます。はい、OG のやつなんですけども、前回も話したと思うんですが、6時から一部がスタートして、歌のコーナー、これは OG の方で出した方が、やる歌のコーナーですね。そして、OG の現役時代のコスチュームによるファッションショー、一応まあ名前のコールだったり、自分たちの入場曲で入場してもらうという、そしてOG のトークショーがあるんですが、これはもう飛鳥さんにお任せして、飛鳥さんよりも先輩の方たちの、トークショーで、その後にその前に、私から下の子たち全員来てくれたOG の子たちをみんな紹介するっていうまあ、トークショーっていう形よりも一言一言っていう感じで、トークショーに関しては飛鳥さんがゆっくり、上の先輩たちに聞いていただくというコーナーを用意しております。一応OG がやることっていうのはこのぐらいなんですけども、その他にもOG の方が自分で物販とか出したい方もいらっしゃいまして、そういう方たちも休憩時間とかにいろんなものを売ったりとかしてると思いますので、よろしくお願いします。お三方にお聞きしたいんですけども、この興行全体を通しての意気込みをお一人ずつお聞きしたいんですけれども、飛鳥さんから。はい、逆に自分はプロレス全場をやめて、その後自分でフリーで復帰したんですけれども、前場というものにあまりこだわりがなかったんですね。なので今回のジャガーさんの発生によって、まあ、こんだけの人間が集まるということで、やっぱり先ほども言いましたけど、前場ってすごいとこだったんだなって改めて感じていますので、まあ、卒業生として、まあ、ちょっと首掛けにでやめたのでリングには上がれないんですけれども、まあ、できる限りの協力をして、OG のトークショーでは多分メンバー見たら好き勝手にしゃべる人間が多いので、ストッパー役としてまとめ役を変えたいと思います。はい、ですね、やはりまあ、前回の記者会見でもお話した通りに、今前場出身の現役の選手全部で14人いると思うんですが、そのうちの2人が11月に辞めてしまう。その時にまあいや全然減ってっちゃうなって思った時に無性に寂しくなってしまってですね、なんかその元全女たちを集めて一つの興行ができないかと思った時にはまた人気のある OG たちがいっぱいいるということを思い出しまして、いやこれはじゃあもう全女のやはり同窓会みたいなものを開いたらどうかっていうところから発想だったんですね。まあそれで、チケットを事前に売ったらあっという間に完売してしまって、これはもう皆さんに回らなかったということの反省点がありまして、後楽園ホールさんチケットピアさんとかチケットを置いていただく周りのところに大変迷惑かけて この場をお借りして謝罪させていただきます。本当にすいませんでした。迷惑をかけてしまったということがあって、全場上げ上げ員をもう一度開催するという形を取らせてもらったんですけれども、やはりその全場イズムが残っているからこそのもちろんその現役の選手は今もそれをその場所で戦ってるし、また OG たちもその全場イズムというものがあるから今の時代を頑張って生きてるんですね。だからそれをなんか皆さんに お見せできたらいいなということが特に考えております。はい9月29日のまず1回目の全場上げ員に関して、ジャガーさんがこうやって声を出して発足してくれたことに本当に感謝しています。そして全場のもちろん現役はそうですけども、そして OG の方、皆さん本当にいろんな選手の方が参加してくれるということで、やっぱし全場を引退した後にいろんな人生が皆さんあったと思うんですね。でやっぱしこの一番苦しかったこの全女の時代に、みんなとまた顔を合わせて会えるという今の人生があるっていうことがすごいと思うんですよね。もしも自分の人生で何か、失敗してしまったりとか恥ずかしいとかいろんな思いがあったとしたら、その場所に戻ってこれない。今ここに集まってくれる選手っていうのはやっぱりみんな今輝いていて、全場の時代があったから今でも頑張っているっていう、もう本当に胸を張ってみんなに選手に会えるっていう選手たちが集まってくれていると思います。もちろん忙しくて会えない来れない方もいるとは思うんですけども、やっぱり私はずっとそういういつでもみんなに胸を張って会える元全女の選手でいたいと思うんですね。多分皆さんも集まってくれる人たちもみんなそういう思いで来てくれると思うのですごく嬉しいです。こういう本当に場所というか機会を作ってくれた本当にジャガーさん、そして、いつも裏で動いてくれた本当飛鳥さんに本当に感謝をしています。全女上げ上げに関して、上げ上げ下げじゃないかというもしかしたら上げ上げ上げもあるかもしれないですけども、でも本当にお客さんが求めてくれているものがあるんだとしたら、今まで全場は絶対にそれを裏切らずにやってきたんですね。だからOG の方は何ができるか分かんないですけど、やれることは全部やります。ただ現役の選手、本当に全場の、やっぱり昔のドロドロした全場らしい全場イズムを、1回目の9月29日の大会で何かこう見せていただけたら、すごくOG としてもやっぱ全女のまだ現役の人は頑張ってるんだなっていうのを、見たいです。本当に期待しています。多分お客さんもみんな、温かい目で見る反面それを期待していると思うので、本当に頑張ってほしいと思います。よろしくお願いします。